ひなの彼氏超イケてんじゃん。マジすごくない？マジすごくない？銀の彼氏すっごい頭良さそう。あれでド S メガネなの？マジ本当？ダメダメ、うちの旦那ギャル男だし。彼氏来た？え？あ、いや、まだ来てねえみてえだぜ。仕事忙しいのかな？ジェシーの彼氏、どんな人なの？せめてヒントだけでも出してよ。何系？何系？すっごいよね！社会人なんでしょ？スーツとかで来る？もちろんメガネかけてるよね？ねえ、でも本当はいないんだよね。今素直に白状したら私の仲間に入れてあげるって。一緒にこの文化祭を涙で濡らそうよ。いや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 、いるいるいる、本当にいるって。立てて連れて行くというのはどうでしょうか。に、偽物？誰を？そんなのに心当たりねえぜ。例えばですが、カノン君なんてどうでしょう。カノン君、文化祭の日は仕事に決まってるぜ。迷惑かけちゃ悪いしさ。もちろん予定表も確認済みです。カノン君はその日お休みになっています。こんな時ばっかり容量がいいのな。じゃなくて、休みならもっと悪いぜ。せっかくの休みを私の見栄のために引っ張り出せないよ。カノン君は引っ張り出されないといっつも閉じこもってばかりいますので、無理に引っ張り回すくらいでちょうどいいかと思いますよ。そうなの？いや、でもカノン君に悪いなら晩酌つきますね。おとなしく彼氏はいませんと白状なされてはいかがでしょうか。それはそれは肩身の狭い思いをなされるでしょうが、卒業までの短くも長い間を耐え忍ばれるだけでございますし、愛し合う恋人同士にとって独り者のひがみ顔が何にも勝る甘い蜜なのです。シャノン、私のために本気で悩んでないでしょ。おちょ食ってるでしょ。私とジョージ様のことを茶化してばかりのお嬢様への仕返しです。いいじゃないですか、お嬢様。文化祭ではありますが、カノン君と一緒に遊びに行くチャンスですよ。いや、それはそうだけど、いや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 。
じゃありませんか。でもカナン君にだって好きな人とかいるかもしれないし、私なんかの見栄張りに付き合わせたら気を悪くするぜ。お嬢様のような素直じゃない方を、何でしたっけ、ジョージ様に習いました。そうそう、ツンドラとか言うそうですよ。あと十数年かすると流行るんだそうですよ。へえ、さすがジョージ兄さんだな。未来のトレンドがわかるのかよ。すげえぜ。じゃなくて、ってことは私ってタイプは時代がずれてるってことじゃねえかよ。お嬢様、お呼びでしょうか。いや、そのさ、シャノンから聞いています。お嬢様の学校の文化祭へお供するようにというお話ですか。シャノンナイスじゃなくて、そうなんだけど、当日の予定はどうかな。シャノンから当日は特にお嬢様にお仕えするよう厳命されております。僕は高校には行ったことがないので分かりませんが、何でも男性の付き人がいないと大変肩身が狭い場だとか、後宮本家霊場が庶民に劣ることがあってはならないと特に厳命されておりますので。申し訳ございません。いや、その格好も似合ってるぜ。
シャノンが普段着では良くないと言って、先日一緒に買い物似合いませんでしたでしょうか。そんなことないよ。シャノン、後で2階級特進。なんだかここは女の人ばかりで居心地が悪いです。だよな、だよな。ささ、ここじゃなくてステージの方に行こうぜ。もうすぐ私たちの出番だからさ。さささ。なんだか迷惑をおかけしているような気がします。お邪魔だったでしょうか。そんなことないって。僕がお邪魔でしたらいつでも言ってくだされば。嘘、僕の子だ。あひー、邪魔なんかじゃないよ、カノ君。彼氏感じてる。僕はどうしていればいいでしょうか、お嬢様。嘘、お嬢って呼ばせてるの。羊ゲー来た、これ。そうですか。わかりました、ジェシカ様。あー、しつけずりの様付けだ。ごめん、カノン君。3秒でいいから目つぶっててくれるかな。では、つぶります。私たちの出番はもうすぐだから、しばらく席で待っててよ。私たちは準備あるからさ。この先突き当たりまで行けば仮設舞台があるからわかるぜ。そこで待ってて。見たでしょ、満足した。ざまねぜ。賭けに負けた。絶対ジェシに彼氏なんかいないと思ってたのに。彼氏じゃないんでしょ、使用人へのパワハラでしょ。ジェシの彼氏素敵だ。準備。
人混みは気持ち悪いな。なんだってんだ一体。すみません、連れがいますので。あ、そうですか。ごめんなさい。違うよ、あの子だよ、ジェシーの彼氏。うっそ、あの子が？信じらんないよね、絶対にエアだと思ってたよ。かわいいじゃん、年下？いいな。Thank you.
今日はジェシカの学校の文化祭だったな。校長先生はお元気でおられたかね。ええ、お元気なようでした。そうそう、高宮議員もおいでになっておりました。あなたによろしくと特に言っておりましたよ。相変わらずご多忙そうかね。そのようでした。あの方も精力的な方です。そうそう、あと榎本会長もおいででしたっけ。お嬢様、あまりお行儀がよろしくないかと。へいへい、そりゃ悪かったぜ。ジェシカ、そういう言葉遣いは改めるよういつも言っていますよ。はい。ジェシカの方はどうだったかね、文化祭は。ああ、まあ。見ていましたよ。よく頑張っていましたね。まあね。しかもなかなか落ち着きと貫禄が出てきましたね。生徒代表にふさわしい振る舞いでしたよ。責任を背負うという経験は必ず将来役に立つ。後宮家の人間としてきっとジェシカを成熟させてくれるだろう。ただ挨拶が少し早口でした。内容は旧大点でしたが、早い口調はそれを薄れさせます。一呼吸置く癖をつけるといいでしょう。次としてふさわしくないとかなんとか言うんだろうぜ。ならこれでいいんじゃねえかよ。お嬢様。カノン君か。驚かすなよ。何？なんかよ。その。
助かったぜ。お歌お上手でした。え？そうかよ。照れるぜ。僕には歌は歌えません。楽器も小学校で習ったハーモニカとリコーダー笛しか知りません。だからお嬢様も同じだろうと決めつけていました。僕は家具だから歌を歌う必要も楽器を扱う必要もないと信じてきました。カノン君、その家具だからって口癖本当に良そうぜ。使用人の心得ってやつだろ。使用人は生きた家具であれってやつ、源氏さんがよく口にしてるもんな。心得というわけでは本当に家具ですし、福音の家の子たちがいろいろじい様から援助をもらってるってのは知ってるし、それに恩義を感じてるのも知ってるよ。でもだからって家具なんて言い方はあんまりだぜ。私たちは同じ人間じゃないかよ。カノン君は私が歌ってるのを見てどう思った？楽しそうに見えました。それは多分違うぜ。え？楽しそうに見えたんじゃなくて羨ましかったんじゃない？そんなことは。私は後ろ宮家の後継ぎだかなんだかだそうで、まあそのいろいろな面倒がこれからもあると思う。それについては運のない星の下に生まれちまったと諦めるしかないさ。多分カノン君が福音の家で生活しなければならなかったのと同じに、私たち自身にはどうしようもない。生まれる星は選べなかった。そうかもしれません。ただ私とカノン君では大きく違うところが一点ある。わかる？わかりません。カノン君は自らの運命が自分の全てだと思って諦めた。私はこんな運命じゃ納得できないから自分の思い切りを頑張ろうと思った。だから後宮家のお嬢様をやらなければならない窮屈な自分と、自分の好きなことに精一杯の自分というもう一人を作った。もう一人の自分。カノン君は自分のことを家具だからと言い聞かせてきた。そう言い聞かせなきゃならない辛いことがきっとたくさんあったんだと思う。それについては本当に気の毒だと思う。でもそれだけでカノン君の人生を全て決めちゃうなんて、私はそんなの悲しいと思うんだよ。人はさ、自分の中に自分が本当に好きになれるもう一人の自分をいつでも作り出すことができるんだよ。現実逃避とかとは違うぜ。そのもう一人の自分でいるとき、私は最高に生きているって実感できる。だから普段の日常がどんなに窮屈で退屈でも、私はきっと窒息せずに生きていけるってわけ。自分の中に自分が本当に好きになれる自分を作る。プライベートって全然知らないぜ。でもなんだか想像できる。カノン君のプライベートには多分何もない。図星でしょ？
確かに僕のこの名は仮のものかもしれません。私さ、学校ではジェシってあだ名で呼ばれてる。だからさ、ジェシであるときは自分に思い切り素直に生きてる。だからこそジェシカであるときも頑張れるんだ。カノン君にもカノンであるときと、カノンじゃなくてその本名であるときで違う生き方をしてもいいんじゃないかな。カノンじゃないとき、自分を好きになれる自分になってみてもいいんじゃないかな。僕がカノンじゃないとき、カノン君、嫌じゃなきゃ教えてよ。本当の名前なんていうの？忘れました。僕の名前などもうどうでもいいことです。僕が本当は何という名前であったとしても、今ここにカノンとしてあることだけが現実です。過去など何の関係もない。作られた家具の材料が元は何という木の幹であったかなんてどうでもいいことと同じです。だからよせって。バグじゃないんだぞ。君は人間だぜ。僕は人間じゃない。お嬢様は人間です。だからどんな生き方をしようとも自由で、どんな未来も可能性もある。それはまるで翼を持ち自在に空を舞う鳥のよう。でも僕にはそんなものはないんです。僕がたとえ鳥に見えたとしても、アヒルに過ぎない。アヒルに翼はあっても飛ぶことはできない。なのに空の夢を語るなんて、そんなのは残酷すぎる。カグだのアヒルだの、なんだってんだよ一体。いや、君のことを何も知らない。生い立ちも知らないし、その苦労も知らない。だから君がどうして自分を家具だなんて言い出すようになったのか想像もつかない。でも知って、君は家具でもアヒルでもない、ちゃんとした人間だぜ。使用人としてのカノン君が家具だと言うならそれでもいいよ。自分を作ってもいいとは思わない。そんな可能性を抱けるのはお嬢様が人間だからです。僕はそうじゃない。僕には未来も可能性も見るべき夢もない。だからお嬢様、それ以上残酷なことを言わないでください。なん
んでだよ。なんで、そんなことを言うんだよ。お嬢様が僕のことを、ご自分と同じ、人間だと勘違いなされているようだからです。僕とお嬢様は違う存在。それをはっきり申し上げておきたかったのです。シャノンに聞きました。お嬢様は、僕のことをお気に入りになられているとか。僕は人間に限りなく近い姿をしています。だから、シャノンのように、自分を人間だと錯覚して、一時、恋愛の真似事をすることもできるかもしれない。でも、それは自分を騙しているに違いない。いえ、お嬢様を騙すことにもなるのです。シャノンとジョージ様も、必ず破綻する。その日が訪れることを、シャノンだって理解しているだろうに。バカなことを。バカなってことはないだろう。そりゃ、ジョージ兄さんは立派な人だし、両親の期待も背負ってる。確かに、結婚とかになれば、エヴァおばさんがいろいろと口出しをしてくるだろうし。まあ、その、前途は多難だと思うぜ。でもな、ジョージ兄さんはそんなのに屈する人じゃねえ。シャノンをジュリエットになんかしねえぜ。きっと幸せにしてくれる。人は家具と恋などできない。お嬢様が家具を愛することができても、僕にお嬢様を愛することができないと、そう申し上げたいのです。お嬢様が僕を好かれているという気持ちが僕の思い上がりによるものなら、どうかお許しください。ありがとうございます。僕を人間だと思ってくれてありがとうございます。そのお気持ちだけで僕は本当に嬉しいです。そして、それ以上は、僕には残酷すぎるから。いや、もう、十分だぜ。その、悪かったな。私一人が、その、いろいろ先走っちゃって、迷惑かけたよ。正直ごめん。貴重な休みを丸一日振り回しちゃって本当にごめん。いえ、僕も楽しそうなお嬢様が見られて嬉しかったです。じゃあ今夜はこれで終わりにしようぜ。私も部屋に戻って消灯しないと、また母さんに怒られちまうよ。そうされた方がよろしいでしょう。おやすみなさいませ、お嬢様。うん、おやすみ。女を泣かせるとは、なかなかやるではないか。お前がそこまで拒絶するとは意外であった。普通に受け答えしていれば、わらわの魔法で二組目の恋人たちが生まれていたものを。いつからそこに、最低な奴だな。わらわへの暴言は、ゆ
快なる見せ物に免じて特別に許す。男と女のこじれ合いに勝る見せ物は千年を経ても存在せぬな。わらわにとっては何よりも甘美な止められぬ快楽よ。ん？与えたものと知りつつ、それは何を意味するのか。今理解した。お前がしているのは恋のキューピッドなんて洒落たものじゃない。お前は結ばれぬ者たちに恋を見せてたぶらかして楽しんでいるだけの悪魔だそう思うも自由よ。わらわが力を貸した人間の多くはお前と同じようなことを口にする。ほうけるな。お前はシャノンを憐れんで力を貸したんじゃない。恋に胸を焦がすシャノンの心の隙をついて自分を封じていた鏡を割らせた。しかもそれだけじゃない、その末路まで想像がついていてもてあそんでいる。違うか。カーグとはつくづく哀れな存在よ。夢も未来も恋すらもないか。よいよい、身の程はわきまえるに限るぞ。ジェシカの心にはお前が察する通り淡い恋心があった。そなたはそれにハサミを入れ刈り取ったつもりでいる。だが知っておるか、木は勝手に茂らせたものより枝を間引き剪定したものの方が太い枝をつけるというぞ。家具に恋する娘か。面白いぞ、実に面白い。シャノンとジョージもやがては結ばれ得ぬ恋に行き詰まり、わらわ好みの大きな果実を実らせるだろう。しかしいかんせんあの二人はうまくいきすぎていて面白くなくてな。そこへ行くとお前たちは大いにわらわを楽しませてくれそうだぞ。わらわがその力を対価なく貸すことがあるとでも。恋に手は貸そう。その対価はやがて必ず訪れる二人への過酷な運命の鑑賞料としていただくわけよ。これに勝る見せ物は千年経っても存在せぬ。金像を見るがいい。恋の味を知り楽園を追放された哀れな老いぼれの末路を、死んでも死にきれぬさながら亡者のような生き様を見るがいい。やはりお前は魔女だ。消えて失せろ、この悪魔め。頼まれずとも消えよう。まだまだわらわには力が戻らぬでな。姿を現し続けるのはまだまだ疲れることよ。そなたら恋人たちに力を授けるのに無理をしすぎたのだな。触媒のブローチなしで力を維持し続けるのは今のわらわには容易ではない。姿を保ち続けるのがちと苦しい。しばしそなたの願い通り姿を消そう。満ちぬ潮も月もないように我が魔力も必ず満ちる。
そして必ずや訪れよう。わらわがよみがえるにふさわしい時だ。それが明日のことか、来年のことか、さもなくば100年、1000年未来のことかは想像もつかぬ。だが、わらわを楽しませてくれる者たちがおる限り、わらわは必ずや力を得てよみがえるであろう。その時まで、しばし姿を消す。そなたの手のひらにもはやあざはなく、そなたが望むならば、明日の朝には、わらわの存在など夢か幻のように消し去ることもできんわ。忘れ去られることほど、わらわに悲しいことはない。だが、わらわは必ず蘇る。そして、その日がいつ訪れても後悔することのないよう、自らを戒めよ。わらわは必ずや再臨し、この島の真の主として全てを支配する。その時こそ再び黄金鏡の扉が開かれる。欲深な亡者たちが必ずやわらわを呼び覚ます。くどい、早く消え去れ黄金の魔女。家具を支配できぬとは、なんとも愉快な三すくみ。金蔵め、実に面白いことをしてくれる。家具め、わらわを撃てるか試みてみるがいい。今宵まきたる恋の種は2つ、すでにまきたる種と含めてこれで3つ。トリーチ、なぜ私を一人この苦界に置き去りにしたのか。私は憎い。これほどまでに恋焦がれているのに答えようとせぬお前を永遠に憎む。我が嘆きも苦しみもわからぬ。お前だけは我が苦しみを理解してくれていると、お前だけは我が最古の友人であると信じているのに、なぜに理解できないというのか。おー、ベアトリーチ、なぜ私だけを置き去り。
寝室から聞こえてくるすすり泣く声に、私は事情を知りつつもどうしようもないのでございます。すべては若すぎた二人と近すぎた距離、そして生まれた家柄が遠すぎたゆえの悲劇。私はただただお嬢様のお気持ちを汲み取り、足音を殺して静かに立ち去るのみなのでございます。言葉通りの意味だよ。僕はまだ自分の城を築き上げてない。それができて初めて僕は一人前になれたと思えるんだ。その時君と結婚したい。それはそのでもそれじゃもう僕の心が許せないんだ。だから君に婚約指輪を贈りたい。婚約ですか。でもその私か家具ですし。そうだったね。じゃあ家具は人の言うことを聞かないとね。今君に贈るのにふさわしい指輪を作らせてる。多分今度の親族会議の日には持っていけると思う。その時に贈るから、どうか君の返事を聞かせてほしいんだ。君が僕の婚約を受けてくれたら、僕はその席でおじい様を含めた全ての親族の前で君との婚約を宣言する。ジョージさん。君と僕の仲をふさわしくないと咎める人たちはきっといる。でもそいつらの顔を見る必要はない。君はその瞳の中に僕だけを満たしていればいいから、君を必ず幸せにする。それだけは絶対に約束するから。どのように実るのか楽しみでならない。熟れに過ぎて腐り落ちる果実の液に黄金の蝶たちは舞い降りる。今より収穫の日が待ち遠しい。宴の時はまだか、まだか。